落合と申します。いつもでしたらですね、弊社代表の正岡の方が、プレゼンの方させていただいているんですが、本日私の方でプレゼンの方させていただきたいと思います。株式会社アピロスですね、どちらかというと弊社の名前よりも、クリスタルアーマーというブランドで、行った方が、お分かりになる方が多いかなと思いますが、そうですね、クリスタルアーマー皆さん、ここにいらっしゃる方は結構知ってらっしゃる方が多いかなと思いますが、どちらかというとイメージとしてはそうですね、皆さんが持つイメージ、クリスタルアーマーとは何かというと、大抵が皆さん多分こういった強化ガラスですね、うちの方で、いろいろ販売させていただいております強化ガラス、こちらの方が多いかと思います。そして先ほど、プレゼンしていただきましたメタモジさんと、コラボしました、スーペンオリジナル、あ、公認ですね、公認のガラス、こちらの方も、メタモジさんの、ご協力もあり大変好評いただいておりまして、とても感謝しております。その他にはですね、フッ素ですね、今回この AUGM でも特別価格で出させていただいておりまして、毎回こう来ていただいて、大量に買っていただく方が多いかと思います。こちらもやっぱりイメージとしては、クリスタルアーマーイコールでフッ素というのもあるかと思います。今日まだ、在庫の方がありますので、ぜひ後でブースタイムの時ですね、ご覧いただければと思っております。ただ今回、ガラスではなく、新しいコンセプトのシステム手帳型ケースというものを、紹介させていただきたいと思います。ここであるように、1枚の革を使ったケースになっています。ケースって大体皆さん使ってらっしゃるかと思うんですが、そうですね、金額で決めたりデザインで決めたり機能性で決めたりとかする方が多いと思うんですが、どうしても例えば機能はいいんだけどこのデザインがなとか、このデザインはいいんだけどもう少しここのところがなとか、そういったジレンマがあったりする方が多いかと思います。それを、まあ、ちょっとこう解決するお手伝いができるんではないかなという商品ですね。こちらになります。システム手帳型ケースで、その名もシステムと言います。まあ、そのままシステムという名前になってますが、こちらですね、大きな特徴がいくつかあるんですけども、今日ちょっと時間の関係もありますので3つほど特徴をお知らせしたいかなと思います。1つ目がシステム手帳のように中身を自由にカスタマイズできる。ここに写真3つあります。メモ帳と、小銭入れと、カードケースとなっております。メモ帳は、まあ、仕事をするときですね、まあ、大体こうメモ機能っていうのを携帯でも使ってらっしゃるかと思うんですが、やっぱり手で書く方が早かったり、ちょっと思いついたとき手で書いたりというところはあると思います。そういったときにすぐ使えるように、メモ帳のオプションがあります。あと真ん中の小銭入れですが、皆さん大体コンビニとかちょっとこう買い物行くとき、大抵携帯とまあ、小銭で財布と、まあ、タバコを持って行かれる方が多いと思います。そうするとポケットが結構パンパンになってしまうんですね。そういった時ここにオプションとして小銭入れをつけていただければ、この携帯の一つケース一つで買い物に行くことができると。でこのこういったオプション品ですね、私も普段こう製品を作る上で使っているんですけども、つい先日昨日ですね、このオプションの必要性を大いに感じたことがありました。昨日ちょっと仕事の会社の人たちと、お昼を食べに行ったんですね。で食べ終わって帰った時に、なんかいつもとポケットの厚みが違うなと思ったら、携帯をプライベート端末でクレジットカードが入ってたんですけど、プライベート端末もちょっと落としてしまいまして、で業務用の端末で iPhone どこかなって探してたんですね。そうしたらちょっとなんか場所がどんどん動いていて、あ、これやられたなと思って、拾われてそのままちょっと使われちゃってるかなと思って、急いで電話を、大体こう電話はそうですね、携帯の会社とクレジット会社にかけてたんですが、そういった時にやっぱ焦ってしまって、あ、メモ取らなくちゃと思ったんですが、あろうことか落としたのがそのメモ帳をつけたのを落としてしまいまして、なので本体ですね、その業務用の方は特につけてなかったので、ちょっと焦ってしまって、あ、こういった時にやっぱりメモ帳があるといいなと、そういうふうなのをすごく感じたことがありました。ですので皆さんもそういった何か、まあ、なくしたという仕事のメモですね、取るっていうことはあるかと思うので、ぜひこういったものは体験できればと思っております。そしてこの作りとしましては、特製のクリップを使って本体にこのクリップが真ん中につきます。このクリップに引っ掛けるようにこのオプションをつけていただくというすごいシンプルなものになっています。中身はこんな感じですね。もう革の上に1枚 iPhone が乗っているだけです。
こういったあの手帳型ケースは大抵プラスチックのケースとかが付いているかと思うんですが、これは iPhone を貼り付けているだけ、とてもシンプルなものなので厚みがありません。ですので普段 iPhone 家族としてあまりケースを使わない方でもすごく薄い感じで使っていただけるかなと思います。そしてオプションをつけるときはこの真ん中の2本のクリップがちょっと見づらいかもしれませんがあるんですが、そこに引っ掛けていただくことでこういってつけることができます。まあ、すぐに取り替えができるので気分に応じてや、まあ、あの TPO じゃないですけどそういったときにすぐ使い分けることができるかなと。そして2つ目の特徴が使うほどに深みが出てくるイタリアンオイルレザーを使用。これ素材が、イタリアンオイルレザーを使っています。ですのでオイルレザーなので使っていくうちにだいぶ馴染んできまして深みが出ます。左側が、新品のものと右側が、大体2ヶ月ぐらい使ったものですかね。こうだいぶ同じ商品なんですがこう深みが違ってきますね。でやっぱりオイルレザーなので手にしっとりと、しっくりくる感触がすごい滑らかでいいかなと。そして3つ目、史上初というのもちょっと言い方が大げさなんですが iPhone4 以降 iPhone4 から6S まで対応するマルチケースという感じになっています。これどういうことかと言いますと、作りがすごいシンプルなんですね。先ほど見ていただいたように貼り付けるだけになっています。で後ろがカメラの穴がついていますが iPhone のカメラの穴大抵場所一緒ですのでそこに合わせて貼っていただければ iPhone の例えば今 5S を使っている方が今度 6S に変えるとき、そうするとそれぞれでケースを買わなくてはならないのが 5S でも先にこれを使っていただければ 6S に変えたときでもそのままケースを使っていただけるということでコストパフォーマンスも抜群かなと。そしてそこに入るオプションというのはまずこの3つです。メモパッド、コインケース、カードペット、この3つになります。メモパッドはやはり何かメモを取るときにすぐ使えますし、コインケースも買い物に行くときも使えます。カードポケットは合計5枚入りますので、まあ、クレジットカード等々を入れるときにスリムに使えるかなと。この裏面にはすべて IC カードポケットが付いているので、スイカとかですね、そんなときにもすごく使えます。でこれらですね、本体も含めて、来月11月の20日ぐらいに発売予定しているんですが、今後ですね、このオプションに関してはどんどん増えていく予定になっています。今のところ、例えばモバイルバッテリーとか、キーケースとか、身の回りで一緒に持っていくと便利だなっていうものを増やしていく、そういった予定になっています。そして、次ですね。同じイタリアンレザーを使ったもの、こちらが Apple Watch レザースタンド、キャリーって言います。ちょっとこう棒状の不格好な感じなんですが、これここ見ていただくように充電しています。こう見えて充電ができるんです。その仕組みというのが使い方は簡単ですね。このポーチ今2つ折りになっているんですが、その中に普段からケーブルを使って、まあ、持ち歩いていただくことができます。 Apple Watch 2メーターのケーブルなんでだいぶ長くて邪魔になってしまうことが多いかと思いますので、この中にコンセントと一緒に入れていただいて持ち運んでいただきます。そしていざ使いたいときはパカッとこの留め具を開けていただいて本体をくるくるっと丸めます。丸めたところに、Apple Watch をはめていただく。これ丸めるだけなので Apple Watch が、まあ、このベルトのタイプであったりスポーツだったり、サイズ問わずですね、どのタイプでも使うことができます。そしてこの内側丸くなった内側に充電の端子の部分を当てていただくと。しかしどうしてこれで直接できるのかと言いますと、この中の皮の部分ですね、真ん中がちょうど薄くなってますので、充電、Apple Watch の充電の磁石でついてると思いますが、これ皮が薄いのでつくようになっています。ですのでこういったナイトスタンドモードにももちろん対応します。私たち結構出張とかが多いので普段やっぱり今出てるアプローチスタンド置き型のタイプが多いかなと思うんですが、どうしても毎日充電するにしても職場とか出張先に置き型を持っていくのもちょっとかさばってしまうなと、そういった思いからこの、持ち運びができるものというものを作りました。これによって、ケーブル自体を運ぶだけでなくそれを使ってスタンドにもできると、
1人3役、そういった感じのとても便利なものになっています。その他にもうちの製品としましては、最近はこういったクラムシェルケースという女性でも持ちやすい丸みを帯びたものや、ちょっとこれゴリゴリなんですけども、フルメタルジャケット、これイメージ甲冑をイメージしてまして、アルミの削り出しのメタルケースです。ちょっと重いんですが、表面もうちの 0.33mm とガラスもセットになっているので、表も裏もガードするケースということで便利キャップしています。あとは同じように本革の手帳ですね。これも表面は平らなんですが、裏側がラウンド状になっているので、これもやはり手の小さい女性とかにも持ちやすい、そういったケースになっています。そして最近ですね、また人気が出てきます、メタルバンパー。やはり、まあ、他社さんでも出ているんですが、うちの方は上下左右が対称のシンプルなデザインですね。ネジが不要なので取り付けも簡単で、今は7色出ております。こういったガラス以外でも、弊社では今ケース類を大きく力を入れております。ですので今後ともこういったケース類というのをですね、力を入れていきたいと思いますので、見ていただければと思っております。で、アンドモアとしましては、やはり iPhone6S といえば、まあ、ローズゴールドが多いかと思います。ですのでうちのクリスタルアーマーの、ローズゴールド出したいと思います。じゃあローズゴールドシリーズとしまして、今回メタルバンパーとバックプロテクター、こちらの方を、発売予定しております。メタルバンパーは先ほど見ていただいた、上下左右対、上下ですね、対称のものですね。こちらとバックプロテクター、これもう知っていらっしゃる方もいるかと思うんですが、以前からあります。背面のところですね、を守るガラスになっております。こちらも、もう本体の、ローズゴールドとほぼ同じような色で作りましたので、この2つを組み合わせていただくことで、まあ、ローズゴールドを買えなかったって方でも、この2つ組み合わせていただくことで、まあ、技術的に。もちろんローズゴールドを使っている方がバンパーだけというのでもすごい幸せはあるんですけども、あ、ちょっとローズゴールド買えなかったなっていう方はこれ楽しんでいただければと思います。そしてですね、もう一つ、これ、ライトニングのケーブルです。アイケーブルと言います。純正よりも薄くて小さいものですね、こちらの方を、発売します。厚みの方もそうですが、この端子のところの持ち手ですね、ここが薄くなっております。純正ケーブルで使えるすべてのケースに使えます。この写真見ていただきますと、真ん中がアップルの純正のケーブルですね。今回の 6S とか 6S プラスで少しこの端子の周りの部分が大きくなってしまいましたので、ケースの種類によってはちょっと入りづらいものとかが出てきているというふうになっています。あと一番右が一般的なケーブルですね。それに比べまして i ケーブル見ていただきますと純正よりも小さいです。ですので純正ケーブルでもちょっと入りづらいかなとかきついなってものでも、このケーブルであれば使うことができます。色としましては、全4色、iPhone6S と同じですね、ローズ、ゴールド、シルバー、グレー、この4色を発売します。まずやはり人気のローズ、こちらを今月発売を予定しております。ですが、まあ、今回この AUGM、皆さん参加していただいて皆さんのために、誰よりもどこよりも早く、数量限定ではあるんですが、特別にちょっと今回、ご用意しておりますので、ぜひ気になる方、まあ、色味もそうですけどこの大きさですね、ぜひ見ていただきたいと思いますので、ぜひこちらをご覧いただければと思います。だいぶ時間が余っちゃいましたはい、詳しい内容ですね、ブースの方を見ていただければちょっと早口になってしまったかもしれませんので、さっきのシステム、手帳の形ですね、これ他にも今までなくて、だいぶこう使い勝手もいいかと思います。ぜひ体験していただく方が分かりやすいかと思いますので見ていただければ。あとはホームページ、SNS とかですね、そういったところを配信してありますので、ぜひ見ていただければと思います。ちょっと早いんですけど、まあ、今後、まあ、ブースタイムとかの時じっくり見ていただきたいので、これで終わりにしたいと。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今日はその清掃でした。大きな拍手をよろしくお願いいたします。後ほどまた、ブース